足はい、どうも皆さん、ミッキーでしょうか。ミッキーです。ではね、今日もね、このチャンジやっていきたいと思います。はい、ということですね、今日もニッキーでした。今はね、何時夜の9時半ですね。昨日何時ぐらいでしたっけ。まあ、と同じぐらいかな、終わる時間があるな。はい、でですね、これ言ったかな、多分言ったと思うんですけど、小説はね、その石黒和夫さん、その日本人で、まあ日本なんだけど、あっちでね、どこでしたっけ、ちょっとまた忘れちゃったんですけど、で、本を書いてる、ね、小説家の方の本をね、その仕事の方に、仕事の仲間の人にね、貸してもらって、で、私を話さないでっていうね、小説を読んでたんですけど、それをね、やっと、まあ、つってはもう結構前な、5日、1週間前ぐらいか、にね、読み終わりました。いやね、本当にね、すごい自分と合ってて、結構ね、進みましたね、ページが。こうすぐにもうめくりたいぐらい。もうね、休憩中も仕事の、いつもね、仕事の休憩中と、あと電車の中、通勤途中でね、読んで、家の中ではね、読まないんですけど、もうその時間全てをね、本当にその小説にね、使いました。1秒も無駄にせず、休憩入った瞬間にね、バッグからね、本を出して、小説を出して、すぐ読んで、休憩ギリギリまで粘って、本を閉じて、っていう感じでね、やってましたね。本当にね、面白かった。でね、何が面白いかっていうと、まあ、臓器をね、移植するために生まれてきた人たちの話なんだけども、これもね、またありそうなんだよ。すごいありそうな話で、でなんか変な化け物とかね、何が出るわけでもなくて、本当の臓器職の人たちが、まあ、ある学校でこう、まあ、育ってって、で大きくなって成人前ぐらいなのかなになったら、一般の方、一般人、まあ、俺たちみたいな人たちと一緒に混ざって普通の生活をするんだよ。まあ、普通の生活っていうわけじゃないんだけど、まあ、生活、仕事はね、その臓器職の、その提供者かそれの介護人しかないんだけど、そうなんだけど、その生活自体は一般の人たちと同じように生活をしてて、で結局ね、みんな最後は提供しちゃうんだよ、自分の臓器を。そう、そのためだけに生まれてきた人たちの話でしたね。でありそうなんだよ、本当にありそうでさ、今こうやって生活してるじゃないですか、みんなが。なんだけど周り見たら、まあ、いっぱい人がいて、その中にね、もしかしたら一人ぐらいね、その臓器を提供してくれるためだけに生まれてきた人はいるんじゃないかっていうぐらいの錯覚に落ちるような感じの書き方をしてるんです。だからそれがね、すごい、そのなんだろう、希望の持たせ方というか、その臓器移植、まあ、ネタバレなんだけど、臓器移植をするまでの、まあ、猶予みたいな感じをね、もらえるんだっていう噂話を聞いてて、でそれが本当なのかっていうのをね、確かめに行くんだよ。で結局はね、それはなかった。でそれを確かめに行った人たちは、人っていうか、まあ、2人いるんだけど、そのうちの1人はね、その後死んじゃう、移植してという悲しい話なんだけど、そのね、ちょっと戻るんだけど、何がね素晴らしいかっていうと、その翻訳の人がすごいのか分かんないんだけど、まあ、石黒和夫さんも、石黒和夫さんもね、すごいんだろうと思うんだけど、そのよくあるじゃん、例えばさ、昔の話にさ、こう思い出すとさ、いや、あの時あの人あそこに、あ、これはね、あの時俺たち確か、じゃ京都とかだっけ、じゃ京都行った時に、ね、例えばなんだっけ、清水寺いつ行ったとか言って、いや確か金閣寺の前だったような気がするな、みたいな、そのなんだろう、あの人はそう、ああいう風に言ったような気がしますっていうんだよ。結構さ、小説ってさ、確定じゃん、まあ当たり前なんだけどさ、こう、あの人はあの時ああ言ったって。だけどさ、実際俺たちってさ、こう普段ね、こう昔のことをさ思い出すとさ、いや確かあの時ああやって言ったような気がするな、みたいな。で誰かと話す時も、いやああやって言ったよねって、いや違うよ、確かああやって言ってないっていう風に、なんか意外と覚えてないような、ね、覚えてるけどさ、そこまでさ、細部まで覚えてないじゃん。旅行行きましたってなってさ、あの時ああ行って、こう行って、ああ行って、ああ行って、ああ行ったよねってならないじゃん。ああ行って、確かこっち行った、でもこっち行った、うん、ちょっとまあどっちかだよねみたいな、そ
それがね小説に入ってるんですよ。だから話をねこう読みながら、あーってなんかすごい親近感が湧いてね、本当にね読みやすかったです。素晴らしいなんだろうね、もしかしたらもうちょっと若い時というかね、学生の頃にね読んだらねこうはならなかったかもしれないですけど、今のね僕にほんとぴったしのね小説だったように思います。うん、ほんとにすごかったね。ぜひねみんなにも、ね、読んでもらいたいおすすめの小説なんですけど、でもねその本をね貸してくれた人が言ってたのはそのちょっとね暗いと。で話は確かにね、俺そんな暗いと思わなかったんだけど、臓器移植のために生まれてきた人たちの話なんで、みんな絶対死んじゃうんだよね。だからそういう意味ではね確かに重いかなっていうふうにはね思います。残酷でもあるしね、うん、絶対に逃げられないの、それからは。暗いねという話でした。すごい面白かったです、うん、では寝て写真撮ります。はい、では、ね、筋トレしていきます。ウィあれ筋トレ終わりました。今日は1時間終わりましょう。疲れた、もうちょっと疲れた、筋トレが疲れたね今日はね。はい、バイバイ。